切り札とされるワクチン。米子市で新たな動きが。今日から米子市で個別接種が始まりました。市内100を超える医療機関で行われます。民間のクリニックなどでもできる個別接種がスタート。こちらのクリニックでは今朝院長がワクチンの準備を行っていました。まあ、今回のワクチンだけはワクチンを溶解しない、希釈しないといけない、まあ、そういう操作が入るもんでちょっと面倒なところがあります。実は新型コロナのワクチン、瓶に入っているのは原液で、ここに生理食塩水を入れ希釈して使うことになっています。現在は瓶から注射針で吸い上げ、1瓶あたり5回分のワクチンを用意するのですが、瓶にはまだ溶液が残っているのが分かります。最初のクールは1バイアルから5人分というふうに設定されております。次のクールからは1バイアル6人分のシリンジが用意されます。そして午前10時、接種開始です。問診、診察、接種、15分の経過観察の順で行われました。じゃあ揉まないで押さえとってください。はい、じゃあ終了です。はい、インフルエンザ時と変わらんですよね。通って1年が経ちましたんでね、うん、じゃあ安心して。そうですね、安心をして打ちましたね、はい。テレビで見とうとなんか怖いような気がしたけど、ちょっとって思ったけど怖くなかったですね。接種はスムーズに進められ2時間ほどで5人の接種を終えました。接種自体は至ってもう簡単で、まあ、日常診療の中でもすることがありますんで、あとの、まあ、副反応ですかね、それがちょっと今後どうかというのが心配です。大規模な会場での集団接種もこの週末から始まりました。かかりつけ医への予約が殺到したため集団接種を選んだという人もいました。スムーズに安心して受けれました。集団接種の方が一番早かったのでこちらを選びました。ちょっと殺到するから集団接種の方がいいんじゃないっていうことを言われましてね。米子市ではこの土日でおよそ1200人の高齢者が接種を受けたということですが、こんなトラブルも起きていました。スムーズに行われたワクチン接種ですが、キャンセルの動きもありました。原因は体調不良や感染流行厳重警戒地域への往来です。米子市の集団接種では県が独自に指定する感染流行厳重警戒地域に過去2週間以内に行った人は会場に入れないことになっています。この地域には今日時点で広島や岡山、それに山口など30の都道府県が指定されています。市によりますと感染流行厳重警戒地域への往来が判明したり体調不良になったりして、この土日で6人のキャンセルがあったということです。キャンセル分のワクチンは廃棄せず、集団接種会場のスタッフの接種に使われたということです。一方、2回のワクチンを打ち終わる人も米子市では出始めています。テレポート参院では1回目の接種の時から2人の取材を続けてきました。香川俊夫さん、73歳、先月25日に1回目の接種を、昨日2回目の接種を終えました。大丈夫です。1回目とねそんなに変わりませんでした。はい、痛みとかどうですか？全く15分待ったんですけど全くありません。香川さん、接種直後に痛みはありませんでしたが、その数時間後に1回目の時には感じなかった接種箇所の痛みを感じたそうです。もう一人は徳永梅子さん、88歳。はい、感じしました。ガリガリです。まあ、ちっちくっとするぐらいにね、針刺されるだけね、それだけ、ね、接種したのは前回と同じ腕、これまでに副反応などは出ておらず普段と変わらない生活だということです。お体も特に変わりないです。